ピンゴルフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、はるかです。はい、カメラマンの山ちゃんです。今回はなかなかね、ヤシとかが入り口映えてました。はい、リゾートな感じです。はい、千葉県のダビスタゴルフリゾートになります。はい、はい、これからちょっとインコースをラウンドしてもらおうと思ってます。で、この企画なんですけど、インスタで活躍されてるゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、ゴルフのプレーとかトークとかを楽しんでいただけたらなと思って始めてます。金土日の3本立てとなっておりますので、まあ、ぜひご視聴していただいて、まあ、いいねとかコメントとかをお願いします。はい、ということで、まあ、おなじみのビンゴルフミッションゲームといいまして、25個マスがあります。15マス、60ポイント以上で、天城府3000分をちょっとプレゼントしてますんで、はい、いけると思うんですよね。頑張ります。この電子を見た感じはちょっとハードル上げときますけど、はい、って感じで、まあ、楽しみながらやっていけたらいいなと思ってますんで、うん、早速いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかすごい一人でやるのは新鮮。一人ラウンド、はるかちゃんといえば、まあ、僕はあの寺井さん の、はい、あの企画、はい、で100キリチャレンジとかですね。半年で100キリみたいな。そうです、そうです。え、あ、でもあの時って一人じゃない。あの時は4人いました。あ、すでに、そうですね、ラウンドは4人だったので。あ、そっかそっか。じゃあ1人は新鮮ですね。そうなんです、一人ゴルフ初めて。今日はレディースティーで。はい、レディースティーで回ります。はい、400ヤードパー5です。はい、右ドックですね。はい、じゃあ1日お願いします。します。わあ、ちょっと右だけど、どうだ。あ、キックしました。大丈夫、左にこう跳ねました。はい、戻ってきてる感じ。ティーがすごい前まで飛んじゃった。ちょっとティー回収してきます。ティー、私破壊神なんです。もう1回目で壊れちゃった。なんか全然余裕な感じでしたけど、どうだったんですか。ちょっと右に行っちゃいました。緊張とかはしたんですか。緊張は全然してないです。やっぱりそうですよね。全然緊張しない。まあ、あれだけそうだよね、撮影バンバンやったら。しかもまださ、ほら、うん、上手くなんなきゃいけないっていうやつだから、結構プレッシャー、あの撮影はあったんじゃないですか。ありました。そうですよね。はい、僕切れなかったらどうしようみたいな。そうですよね。お、あったあった。あ、本当だ、パート道の左側。ちょっと木がかかっちゃったけど、はい、残り何ヤードぐらい。残り145ぐらいです、センターで。え、結構飛んだんじゃないですか。うん、202ヤードって書いてます。203。あ、ガーミン、あれか。ここに飛距離が出ます。めっちゃ便利ですね。リアルです、だから。おお、なんか練習場では飛んでるけど本番飛ばないってあるじゃないですか。うんうんうん、実際の距離が分かるっていう。そっか、だからコースも400の参考だからね。うん、そうです ね、なんかちょっとブレックしてるから。そうそう、確かにショートカットしたの。うん、いいかも。ただちょっと木が、はい、木がどうしようかな。パー5ですよ、ここ。パー5やばくないですか。でもちょっとこれタイミーですね。ちょっとバンカー避けて左ぐらいで、はい、残り145ヤード、6番アイアンです。はい、やばいかも。万入。信じらんない。私多分すごい左向いてましたね。めっちゃ大きい声出しちゃった。いや、そういうやつなんで、リアルです。いいじゃないですか、楽しそうで。いつも一人でうるさい。え、でもあれでしょ、普段友達とかと行ってる時も、うん、結構リアクションしちゃうタイプです。そう、リアクション芸人。じゃあいいじゃないですか。ちょっと今日はなかなかの暴風で。アクアラインが13メートルとかです。ねえ、40キロ規制でした。うまっ。お、ナイスです。あれは乗ってるのか。はい、乗ってます、乗ってます、乗ってます。よかった。うわ、なんか
これどうしようかね、大変だよね、ガサガサぶつかっちゃうね。しょうがないよね。なんか方向転換しそうな、うん、大きいのは取ってあげるぐらいな感じしかないよね。そうですね。4打目です。はい、ナイスパーです。余裕がバンカーがね、バンカーなければっていう、うん、もうちょっといい場所に落ちてればね、確かになんかイーグルチャンスとかバーディーチャンスとか。イーグルチャンスやりたいな。 いきなり来るかと思ってちょっと焦ったけど。しっかりバンカーに捕まりました。いいリアクションもいただいて。恥ずかしい。はい、はるかちゃん、そしたら1ホール目、はい、終わりまして、はい、ゲームの方ですね。はい、パー、はい、バンカーとかね。あ、バンカー、バンカーもあります。あ、カラーボール、はい、おお、3つ、いいですね、いい感じで。自己紹介を、はい、まあ、あの、まあ、はるかちゃんのこと知ってもらいたいと思うんで、はい。自己紹介、はい、名前ははるかです。知ってます。ゴルフ歴はもうすぐ丸3年で、ベストスコアが赤が78で白が88かな、うん、です。どうした？仕事は、バーとエステをやってます。おお、はい、一応働いてます。もう一個ゴルフでやってみたいことが最近できて、まあ、45歳ぐらいまでに47都道府県全制覇したいです。なるほどね、はい。今はどのくらい行けてるんですか？今14です。あ、なるほど。旅行が好きみたいな感じですか？旅行好きです。旅行行くなら絶対1ラウンドはしたいです。あ、なるほど。あ、うん、じゃあそれで狙ってそう、そう行けばあれですね。あ、ただ関東に住んでるとやっぱり中国地方とか四国がなかなか、九州まで行くとかはあるけど、そう、ちょっと計算しないとですね、うん、45歳までに 何県ずつ行けばいいかっていうのを。確かに。でもさ、あっちのさ、うん、中国地方とかさ、山口だとフグでしょ？そうですね、山口フグですね。広島だと牡蠣？広島は牡蠣かな？お好み焼きもか。でもなんか大阪がなんかそういうイメージがあるからな、うん、そうで、鳥取はなんかご飯じゃなくて砂丘に、砂丘ね、なんかあっちもでも海鮮美味しそうだよね。確かに、ね、海近いから。そう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 、分かりました。まあ、ちょっとなんかあのエステ、ちょっと僕個人的にお酒飲めないんで、あ、はいはいはい、そうそうそう、ちょっとエステの方が気になったんですけど、うんうん、ちょっとまあこの後、はい、あの回りながらとか、はい、ちょっと聞いていけたらなと思うんで、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、これ私あそこに突っ込んだ覚え思い出しました。あ、343ヤードパー4です。はい、旗ですかね。傾斜してるからちょっと左狙いでも良さそう。ナイスです。おお、いい感じの、いい感じ、超えろ。あ、でも山のいいっすね。てっぺん、もうちょい超えればなんかランがコロコロいったけど、はい、でも打ちやすいところに落ちました。うん、おお、ちょっとつま先下がり、フォロー。短いかも。わ、手前です。フォローなのにちょっとやみましたよね。うん、一瞬打ち終わってから僕だから後頭部にガンガン風が。もっと押してみたいな。多分ちょっとやみます。自転を味方につけないといけない。いい感じ。うまい、ナイスです。ありがとうございます。転がりの距離がすごいぴったりだったんです。入っちゃえばいいのに。絶妙な距離ですね。うん、
ダサい。それ OK、OK です。これ OK ですか？それ OK です。ボギーです。ありがとうございます。すごい風がちょっと強めですね、はい、ずっとフォローならいいのに吹いてても本当っすよね。アゲンストが飛ばないから嫌ですよね。だ かといってなんか強く打てないじゃないですか、怖くて、うん、なんかこう本当に行き過ぎたらどうしようみたいな。そうですよね。次はパー3なんですけど、はい、ちょっと待つ感じなんで、うん、そうですね。あのエステ、はい、はるかちゃんが施術してるんですか？はい、施術してます。はい、どんな感じの内容なんですか？フェイシャルエステですね。はい、あの最近流行ってるハーブピーリングをやってます。うん、顔が緑のやつ見たことないですか？あ、たまにある。なんかこの目と口だけ開いてて緑になってるやつ、なんか草みたいに塗られてる。あれ、ね、あれです。そっか、ハーブだから美容にいいんだ。あのそうですね、エキスみたいな。うん、そうですそうです。基本だから機械は使わないでハンドでやる感じです。僕ちょっと毛穴が汚れが気になってるんですけど、はいはい、特に鼻、はいはい、まあ、個人的な質問なんですけどこうよく薬局とかで売ってるこうクリームを塗って乾いてペリみたいな。あ、はい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 、一瞬綺麗になるけどそりゃ、ね、汚れ取れるけど穴開いたままだからまた汚れ入っちゃうから、それはあんまりおすすめしない。お肌が傷んじゃう。え、ピーリングって 毛穴の汚れも取れる？毛穴の汚れも取れます。ですよね。俗に言ういちご鼻とかも割と綺麗になりますね。マジか。1回で綺麗になる人もいれば、うん、3回ぐらい買えばでも結構ビフォーアフター見ると全然違う人多いです。男性も来る人多いです。最近受けれるんですね。やっぱ美意識高い男性最近多いなと思います。いや、あとやっぱ結構目疲れるじゃないですか、はいはいはい、あのスマホとかずっと見たりとか、うん、だ結構こうヘッドスパとかフェイシャルのマッサージとかするとすごいスッキリするから。スッキリしますよね。うん、そう、男性とかね、男性だってスマホ見るしっていう感じで、うん、これ上げてるのかフォローか。いや、うん、なんか横殴りっぽいですね。ちょっとフォロー、うん、ちょっと大きめで打とうかな。129ヤード、パー3です。7番アイアンでやります。わっ、右に流れてるぞ。あ、やばい、これ風だね。あ、おお、結構転がってっちゃったけど、でもバンカーじゃなくてよかったんじゃない？うん、うん、すごいキックしてました、うん、ちょうどなんか傾斜にパコンってぶつかって、試練です。わー、ワンオンしたかった。スライス最後は、どうしよう、あんまり転がしたくないな。58度でいきます。はい、着地が悪かったな、うん、着地が。今どの辺狙ったんですか、落としどころ？この辺、この辺。あ、やっぱ、そうですね、ちょっとスライスして下ってくれたらいいなと思って、うんうんうん、そしたら、ね、手前でした。上りか。これいつも反対から見るとき自分のマークがどこか分かんなくなりません？それ分かります。あれどこだっけ、あれみたいな。お前です。やばいって。どうも。はい、もったいないショートホールで。はい、じゃあ3ホール、はい、一応最初が終わりまして、これボギーが2個あるんですけど、あ、2回できるってことなんですよ。そういうことか。ボギー、じゃあさっきの1回、はいはい、自己紹介もいいですか？はい、パンオンしたっけ？パンオンはしてないっす。してないわ。してなかった。ワンパットもしてない。スリーパット、スリーパットした。あ、順調、いいペース、うん。